はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、中山記念の対策動画になるわけなんですが、ちょっとね、フェブラリステークス残念でした。えー、まあ、外れたのも残念でしたけど、キングズソードがね、直線で、うわ、そっち行くかっていう方に行っちゃって、詰まって、外ちょっと行って、挟まれてみたいな。まあ、それでも5着だったんでね、スムーズだったらどこまでできたかっていうのを見たかったんですけど。 うん、まあまあまあ、終わったこと言っててもしょうがないんでね、えー、2月ちょっとボロボロですけど、2月のね、最終週の競馬ですかね、GRA、えー、の競馬としては最後の週になりますので、えー、今週末ね、しっかり取り返していきたいなと思います。 中山の芝の1800メートル、クッション値9.5以上の時の芝場別成績ですね、えー。勝率で言うとロードカナロア3区が抜けていますが、えー、まあ馬券率で言うとね、ディープインパクトが高かったり、特にモーリスの3区がね、50%近い副勝率があったりしています。あとはそこまでね、目立ったものはありませんけど、まあ、ジャスタフェイがね、18頭いて1勝のみっていうのはね、少し不安かなっていう感じですけど、まあそこまでね、極端に うんこれだからもう絶対買いたいっていうほどのはないかなという感じですね。クッション値が9.4以下になると、えー、ディープインパクトサンクの勝率がね、ちょっと伸びますね。はい。副勝率は下がるんですけど。で、ロードカナラサンクの勝率がガクッと落ちるっていうかもう約半分かな。ちょうど半分か。 ジャスト半分になりますね。はい。9.4%まで落ちているっていうところが大きな違いなのかなと。あと、モーリス3区がね、あの、勝率が2.6しかない。まあ、2着5と言いますけど、2.6%しかないなくなってしまうっていうのがね、結構びっくりですね。はい。クッション値9.5以上だと17.6%ありますから、ここもね、かなり差があるなと。次にクッション値9.5以上の客室などなんですが、 そうですね。あの、逃げた馬の勝率が高いのは当然当たり前なんですけど、全競馬場、全競馬、どんな条件でも共通ではありますが、単回収が74しかない。で、先行した馬でもね、回収71%しかない。競馬のデータを少しでもかじっている人からすると、 逃げた馬、先行した馬っていうところの見方で回収率が低いっていうのはね、ほぼありえないことですからね。で、中段から行った馬の方が回収率が高いっていうね、この逆転現象はめったに見れないので、中山の芝1800メートルのクッション値9.5以上ってかなり癖があるなっていうふうには思ってしまいますね。はい、そこが一番大きな特徴だと思います。で、面白いことにね、クッション値が低い方が逃げた馬の成績が良いんですよね。 うん。まあ、逆転現象がここでも起きていると。先行した馬の成績もちょっと上がります。はい。えー、クッション値9.4以下で逃げた馬の勝率が22%あって、単回収が465%もあると。 いうところでねクッション値が低い方が差しが決まりやすいっていうか差しの成績良くなるのも普通なんですけど、えー、当然がっつりねあの前に行ってる馬は成績が上がる分だけ後ろの馬の成績がガツッと落ちてしまっているという感じではあるんですが、あのー、もう一個注目点がねやっぱりクッション値が低い時は上がり上位の足が出せる馬を買いたいと思いがちじゃないですか。なんですけど上がり1位のね上がり1位の足を使えた馬を 100%的確に当てたとて勝率が26%しかないっていうね。これもかなりあの標準から言うと低い成績になっています。なんならクッション値じゃないわすいません。上がり3ハロー4位以下の馬のとこですよね。4位から5位、6位以下。ここでもうあの半分ぐらい勝ち馬が出ているっていうのもかなり異例のことなので、いややっぱり癖がきついコースだなとは思いますよね。 で、中山の芝1800メートルと立東半路の追い切り時計を採用。はい、今週からねあ、先週言いましたけど、今週からね、追い切りの時計とします。で、ちょっとあの、問題点じゃないんですけど、えー、水木の半路時計ですね、を使っているので、えー、時計が遅い馬っていうのは当然あの、ウッドで調教して、その日は、えー、半路で遅めも一本使いましたよとか、そういうね、数字になってきているというところが、あの、いつもとの違いですね。 はい。当該集販の最速時計ではなくなったというところだけ、あの、これまでの視聴者さ、視聴者様は、えー、ちょっと頭の中でね、一回整理してもらえればなと思うんですけど、はい。えー、まあ、こう見るとですね、追い切りで反露が早い馬の成績が割と良いので、ね、えー、なんであの、反露時計が早いっていうことは、プラスに見ても良いコースだという見方ができます。はい。次、え本、ー、美の反露なんですけど、こちらは別にね、早くても、うん、そんなに目立ちませんね。 はい。特にあの、目立つポイントはあまりないかなっていう感じなんですけど、えー、っと、まあ、ウッド組の方が成績が良いのでね、見放って基本的にはね。はい。なので、ま、こういう傾向になってしまっているとも言えるんですけど、えー、販路改修工事がね、あ,あって、えー、新見放販路になったのが昨年の10月からで、で10、11、12、12, 12と、まあ、5ヶ月経ちました。はい。なんで、ま、これからどんどん傾向変わっていく可能性もあるぞというところは、えー、これもちょっと頭の中に入れておいてほしいなと思います。 で、その追い切り時計でのラップ別成績ですね。もう下半分の方が分かりやすいですね。立刀反論組、も圧倒的に加速ラップの馬優勢という結果になっております。加速ラップの馬から基本的にね、あの馬券中心に買っていくっていうのが反論ですね。反論の部分で言えばそれがまあ鍵になってくるというところですかね。 見本,に見本に関しては、まあ、そこまで極端な結果は出ていないので、今のところは、まあ、ウッドの方をチェックした方が良いと。まあ、そんなような見方でいいと思います。で、リットのウッド組ですね。はい。えー、姉妹時計が11秒であっても、勝率が10%ないという、副勝率高いですけど、えー、そういう傾向がありますので、リットに関しては反ロ組を割とチェックした方が良いコースになっているんですが、 見本に関してはね、反路組がいまいちですけれども、もうウッドに関しては姉妹11秒台の馬を買っとけばプラスぐらい成績が良いので、はい、そこの、そこを注目するべきですね。うん。あとは次の画面に出てくるコース特注調教でね、少し話を補足するんですけど、まずですね、リット反論追い切りが53秒台以下で加速ラップ。はい、加速ラップの中でも全体時計53秒台以下は欲しいよねと。で、えー、その前の土日に反路時計ありですね。 うんうん、これはあの、重要な部分で、それがあるなしでかなり成績が変わりますと。 勝率が17.8%、単二十122%、副勝率35.6%、副十一81%ありますので、まあ、これは注目してほしいですね。で、ウッド組です。はい、ウッド組なんですけど、5波論69秒台以下、さすがにあの70秒以上遅すぎるので、成績悪いです。で69秒台以下で、島一波論は11秒台以下で、で、土日に反論なし、もしくは60秒以上ということで、あのね、不思議なんですけど、ほとんどのコースで土日の反論早めのウッド行きりの成績が良いんですよ。うん。 今の一言だけでも覚えておくと、あの、勝手に回収率ね、皆さんの馬券の回収率、普通に10パー15%上がりますから、覚えておいてほしいんですけど、ただやっぱね、癖のあるコースだけに調教も癖が出るのかなと思っちゃいましたね。土日に反論全く使っていない馬とか、土日の反論が早くても60秒以上っていう遅い馬。はい。これの成績が良いというところでね、面白いもんですよ。あの、これ前のあのね、毎週こういうのアップしてますけど、やっぱりね、癖が強い、あの、客室とか、 シュボバとかクッション地とか癖が強いコースっていうのはなぜか調教も癖が強いんですよねで癖が強くなくてもはっきり割といろんなものが明確にね結果が出てるコースって調教の部分もねなんかあの時計が速い馬だけ買っときゃ OK みたいなねそんなのがあったりとかうんほ本当競馬って面白いなって思うわけなんですがはいなんであのミホウト組はですねあの遅い馬だけ除いて土日販路なしか60秒以上の馬をね狙っていくっていうのはこのコースの定番なので、まあ、それを覚えておいて 欲しいんですけどあのね何のねあの因果か因果でも何でもないんですけど今回ねあのの関東馬たちいっぱい登録してるわけなんですけど土日のね販路のね最速時計が速い馬がね多いんですよ。 ああなんでね、コース特注調教に該当する馬いないんじゃないかなっていうふうに今んとこね思ってます。まあいたとしてもどうでしょう。可能性があるのが、ーラーグルフぐらいですかあ、タイムトゥヘブンとかね、あんまりそれぐらいしかいないんですよね。うん、なんでちょっと追い切り判定動画でね、星マークがつく馬っていうのは少ないかもしれません。 気になる馬のね、紹介していきますが、まずエルトンバローズからですね、毎日王冠で本命にさせていただいて、 結構ガッポル儲けさせていただいたエルトンバローズなんですが、反論に切り替えて高時計、姉妹11秒台加速ラップっていうね、この形の杉山急車は絶対に買うマイルールがありますよっていうふうに、僕はそういうマイルールがありますよっていつも紹介している形が、エルトンバローズの最近の定番になってますね。で、昨日のあの、フェブラリーステークスのガイアフォースもね、この状を該当していて、2着でした。やっぱり走りますね、杉山急車のあの距離はね。で、えー、と、エルトンバローズなんですが、追い切りを反論に切り替えて参戦になりますね。 でここ2線は11秒台加速ラップで全体時計も良くてで、日曜日に反路消化していますから、前走前前走と同じような追い切りか、その範囲内、まあ誤差範囲ですかね。なのであれば、 あの、コース特注調教に該当して、えー、出てこれるっていう点が大きいかなと思います。で、そうなってくると、また杉山厩舎としてはですね、狙い目の調教になりますので、もうずらーっと、えー、追い切り判定動画で 20‐20‐ 20欲しいとかね、そういう高評価が並ぶ状況になる可能性が、現時点で、えー、かなり高い立場になっていると。 でそんなエルトン・バローズなんですが、あの、もう一個特徴としてね、クッション値との相性が結構気になるというところがあります。過去4勝のクッション値、はい、8.8から9.5までの低めから普通のとこでの狭い範囲で走ってるんですよね。で、新馬戦未勝利戦未勝利戦デビューから参戦はですね、クッション値9.7から10.1の高めで取りこぼしてるんですよ。 はい。で、前走マイルチャンピオンシップも9.7の高めだったんですね。で、現状ではまあ普通から低めのクッション値が合うと言える戦歴なのかなと思います。で、初の中山競馬場の不安っていうことじゃなくて、高いクッション値になることが多い中山競馬場での不安という言い方をした方がいいのかなっていう。僕はそう思うんですよね。ただね、現状では今週ずっと雨ですよね。もう日本各地ずっと雨なので、まあクッション値は低いとは思うんですけどね。 うん今んところね、週末までずっと雨なんですけど、まあ土曜にピタッとやんじゃうとどうなるかわかりませんが、まあおそらくクッション値は低いだろうなっていう想定でね、今んところいいと思います。次に湘南ファシットですが、まああのこの馬のね、ファンの方いらっしゃると思うんですけど、 やっと距離短くなるなーってね。あの、割と待ちに待った1800なんじゃないかなと思うんですよ、ファンの方。えー、新馬戦未勝利戦が1800メートル構想してますしね。で、やっぱりもうね、湘南バシットガクッとあの、右肩下がりにサツキショーからなっちゃってますけど、いや、ダービーからか、なっちゃってますけど、やっぱりこの湘南バシットがバシッと変わるね、きっかけがあるならやはり2000メートル以下っていうイメージが、 あると思うんですよ。もうそこしか残されていないというかね。うん。で、反路の場合はね、そこそこの時計出す馬ですし、ラップに関してもスミレステークス、若葉ステークス走った時は、反、えー、路加速ラップでしたので、今回の追い切りがね、その形になるとコース特注距離に該当する可能性もあるんですよ。まあ、そうなってくると、もう今回のその調教でこの距離でダメなら、もう仕方ないって諦めのつく馬券を買う。まあそういう選択肢はね、僕割と悪くないと思うんですよね。 でまあ、ただね、このシルバーステート3区のくせにですね、高めのクッション値で構想が少ないことが気になると。クッション値9.5以上で10034、クッション値8.6から9.4で21115なんですよね。うん、シルバーステート3区っていうところで言ったらこれが逆でもおかしくないんですけど。うん、なので、こちらもね、やはり高いクッション値になることが多い中山競馬場では不安というところもあるんですが、あのー、まあ、雨降るじゃないですか。ずっと雨っていうことで、低くなると。ただ、低くなると言っても、 あの、クッション値が低いのと雨が降ってめっちゃ低いのではまた話が違ってくるわけじゃないですか。でね、あの、まあ、前走中山のアメリカジョッキークラブカップで、サツキショーも走ってる。中山2回走ってるんですけど、え、重馬場クッション値8.0と不良馬場クッション値8.1なんですよ。もうね、あの、極端なんですよね。極端な状況だったので、うん。で、そんな中で今週もね、あの、週末までずっと雨予報なんで、 3回目の中山がまた雨で馬場渋ってクッション値めっちゃ低いっていうことになってしまいそうなんですよ。うん、なんですけど僕ね、こんだけ右,右肩下がりに来ているんで、で、シルバーステート3区だし、うーん、なんかそうですね、高いクッション値で走ったらどうなったのかなっていう方が見てみたかったなっていうのが本音ですけどね。 次に、マテンロースカイです、えー。ここ最近減速ラップ続きなんですが、反ロイ切りでね、高度計の頻度が多くて、過去4回の加速ラップ時、12104と馬見外がない、えー、実はね、そんな結果を出しているマテンロースカイなんですが、えー、これもね、高速中長期に該当する可能性は割と高めに持っていますし、クッション値的にもね、バランスが良くてあんまり苦手なところがないというところで、9.5以上で22116。 9.4以下で2、2、3、3、10ですかね。っていう結果になっているので、まあ基本的にあの天候とか、まあ馬場状態ですかね。あんま左右されにくいところは一つ特徴かなと。ただね、あの冒頭で話したみたいに中山芝1800度モーリスっていうところで見るとね、えー、クッション値が低い時にちょっと怪しいというところがありました。はい。えー、クッション値が高い時ですね。えー、9.5以上で3、3、2、9。はい。 えー、クッション値9.4以下で153っていうね、ことになってます。低い時の勝ち切れなさたるやですね、このまあシルバーコレクター状態の2着ですし、えー、副賞率でも倍違う、倍違う状態であるっていうのはちょっと気になると。うん。で、これだったら高めの時に買いたいなとは思うんですが、あの、前に行くのであればね、クッション値が低い方が良いコースだったりもしますので、 うーんなんで、だから、いろんな部分が全て良いですねって、良い方に該当しますねっていう、良いところ取りになる可能性は基本的にないなっていう。その点はちょっと気になりますかね。さあ、ソウルオリエンスなんですがね、昨年のサツキ商売。 はいまあ、一番人気かと思いますが、あの昨年の3歳ね、現四4歳世代の実力がちょっと疑われ始めていると、そんな競馬ファンの空気も感じるんですがね、なので、まあ、あの人気断言できないところではあるんですけど、あの個人的にはやはりあの北サンブラック3区の特徴について、昨年からね、何度も動画にしてきています、話題にしてきていますので、やはりこのソロレーローレイスに関してもね、クッション値8.0っていう極端な馬場での皐、えー、キ賞を勝利している馬なので、あの皐キ賞の勝ちに関してはね、少々下駄を履かせた成績だと。 は考えていますが今週も1週も間ずっと雨なんですようんなんなでその下駄を履か,かせた成績で考えるべきだと。もう北三ブラック3区にとってはね、雨降って馬場渋ってるなんていうのはもう最高ですから。はい。もう問答無用で馬券買っとけばいいぐらいの成績になりますからね。なんでやっぱりこの馬持ってるのかなとは思いました。うん。なんかやっぱスター感もあるし、うん。ヒーロー感もあるし。 やっぱり持ってる馬っていうのはそういうの引き寄せるんかなっていうね、そんな感じですよ。距離に関してはね、これ前と違うところが一つあってですね、日曜の販路が56.4秒になっています。で、これは、ね、いつもね、レース前土日販路時計が早めな、えー、土日としては早めなね、ソウルオーレンスからすると特に、えー、違いはないんです。ないんですが、今回のラップが15.0、14.6。 はい。えー、14.2、12.6で、姉妹12秒台の加速ラップを刻んでいるというところがあるんですけど、あの、これまではね、タイム早めでも、あの、内容ばらついてたりとかね、姉妹が13秒台程度までの加速ラップだったりしたんですよね。えー、なんで、このきっちりとしたね、うちのチャンネルでいうとこの加速ラップを出してきている点はね、非常に意欲的で、あの、評価対象だなっていうふうに思っております。 はい、追い切りのウッド時計は早い時も遅い時もあるんですけど手塚厩舎なんでね早めのご波論時計の時の方がまあ信頼度は増すっていうところあるのでそのあたりは追い切りで確認したいところだなと思ってますはいあと手塚厩舎ね前日追いがない方が実は成績良かったりするんですよなのでまあこれはちょっと土曜日にねあのぜひあの確認したいところですねまあこの厩舎の他の馬も、はい、ソウルオレンスに限った話じゃないんですけど、えー、前日追いがあるかどうかっていうところは えそうですね。あのー、関東のレースになりますので、ある可能性もありますからね。新馬とかね、形成杯はしてますからね。サスキションの時はしてないですね。確かね。はい。で、えっ、ー、と、セントラル記念もしてなくて、有馬記念はしてたと思うんですが、えー、そういう傾向は、あの、まあ、新馬とね、あの、2戦目、あの、前日をしても勝ってますけど、勝ってますけど、九州の特徴としてはそういうところが一つありますので、まあ、一応あの、あの、全、あの、 なんでしょう神経質に予想する人は、まあ前日のね、反応っていうのをチェックしてほしいなと思います。次に、総バリアントです。まあ昨年のね、中山記念で全く力を出せずにですね、あの、その後の鳴尾記念でも凡走しちゃいました。で、札幌記念3着だったんですけど、1.2秒差っていうね、まあそういう流れでね、なかなか復活できないかなと思ったら、富士ステークスで0.6秒差の6着。やっとなんか、 うん戻ってくんのかなっていうふうに思ったんですけど、前走マイルチャンピオンシップで12着でしたと。ただ、その前走のマイルチャンピオンシップでね、スタートしてから、あの、非常に大きく左の方に寄れていってしまいですね。あの、その直後につまずいたと。うん。で、まあ,あ、あなってしまうと、やはりある程度ポジション取りたい馬なんで、池添騎手のね、手も結構動いてたんですけど、そこですよね。あの、総バリアントさんが多分プチンと来たんですよね <laughs>。あの、気持ち入っちゃって。 うん。あの、その後ね、ちょっとまあ僕みたいに、馬を見る目が全くない人間でもですね、あのー、わかるぐらいの総バリアントの力みようはありましたね。まあ池添騎手はちょっと抑えようとしてましたけどね、あの総バリアントはフン、フンって感じがしていました。で、そのまま先行していっちゃって、で、しかも挙句の果てに前の馬が完全に潰れたレースにもなったということで、まあ最悪だったと思いますし、あのスタートからのね、流れ、 ま、最初の2波論までの中でですね、あのー、力を出し切るのは、ま、到底無理な状況が生まれてしまったなっていうのが前走のマイルチャンピオンシップとソーバリアントに対する僕の意見ですね。まあ、なのでね、まだ見直せる馬だと思いますし、逆に前走は、あの、崩れてくれたっていうところで馬券的な妙味も今回出てくるかなと思うんですよね。で、札幌が得意なのでクッション値別に見ると低いところ得意なんですけど、あのー、 ベタに見るとね、あのー、んでしょう、低いところを覗いてみると、クッション値9.5以上で22138で、8.6から9.4で00033なんですよ。で、中山競馬らしく高めになるなら歓迎だったんですよ。それはそれで。でも今週ずっと雨じゃないですか。ただ、不良、あの、やあ、ややおもから不良でですね、総バリアントって馬券外がないんですよね。うん。 それが結構でかいポイントにはなるかなという点。えー、まあそれはあのまあ別の角度からね、追い風になるっていう見方もできるかなと思います。で、札幌をね、含むとはいえですね、クッション値8.5以下。はい、8.5以下っていう低いところでの戦歴が5戦して3勝3、2着、じゃあすません、3勝して3着2回っていう、実はあの、めちゃくちゃパーフェクトな 結果をね、出しているという点が、うん、そういう特徴もありますので、うん、案外ちょっと恵みの雨になるかなとは思いますね。あとはもうカリカリせずに、うん、あの、ちょっと心をね、穏やかにして、はい、あの、瞑想でもしていただいてから出てきてほしいなと。 で日曜の販路が55.5秒でした。まあ、早いことは定番ですしね、大竹旧車らしい内容には、えー、なっているんですけど、ラップも14.5、15.0、13.8、12.2、まあ、サハロンでタイム落ちてしまいましたけど。 過去の戦歴としてね、土日の半路が加速ラップで疎いきりの時に最も成績が良い馬なので、まあそこに近いなと。厳密にはあのサンハローのところずれちゃってますけど、そこに近い内容も出していると。あとは追い切りで、あの、目立たないけど遅すぎないっていういつもの調教してくれればね、割と準備の部分では不安ないかなと思います。一週前に関してはウッドでごハロ65.1秒出してるんですよね。いい時計出してるんですよ。しまいも11.3秒なんですね。 うんであのまあ、土曜日もね、あの販路いい時計出してますから、えー、その時点でもう仕上がっていると考えると、本当、個人的にはね、追い切りに関してはもう地味にしてですね、目立たない状態にしておいて、人気につながるような調教はしないで、えー、出てきてほしいなと思ってます、はい。で、オルフェーブル3区としてはね、不正的のコースなんですけど、僕はね、このソーバリアント自身からすれば、あのこれまで以上ですね、これまで金相以上に、 えー、チャンスはありそうだなと思っています。やっぱもともとすごく素質がある馬だと思いますしね、そうじゃなきゃやはりあの、まあ、重賞を勝つっていうことはね、できなかったりします、えー。チャレンジカップの連覇とかもありますからね、あとはもう、うん、気象の部分と、まあ、そうですね、展開の部分とかかな。うん、でも本当に前走ねあの、さっきも言いましたけど、スタートで外行っちゃってからつまずくって。 ね、で馬にスイッチ入ってちょっと切れ気味になっているとあれがなかったらどの程度の競馬できたかなっていう風には思うんですよ。前に行った馬がね潰れてるんで結局まあいいスタート切ってても駄目だった可能性はあるんですけど。 えー、12着よりはもっといいところにね行けてても全然おかしくなかったんじゃないかなっていうふうに思いますそれぐらいあのー、ちょっとね復調してる気配ともともとの馬の能力がありますから、はい、今回のね中山記念、えー、この馬に関しては僕はかなり注目してね、えー、まあ追い切り次第ですけど馬券も買うんじゃないかなと思ってます はい、そんな感じでお届けいたしました。ぜひね、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。競馬盆庁者の竹内がお届けしている竹つべというチャンネルになっておりますが、あの先週ね、一個良かった点で言うと、あの、いっつも言ってるね、あの森急車の調教ね、はい、これ絶対買いましょうねってもう何年間も言い続けているやつありましたけど、えー、あれ単純何倍でしたっけめっちゃつきましたよね。まあ、あれはあの、ツイッターの方で盛り上がってたんで、えー ねあの、ツイッターの方には絡んできてないけど、うちのチャンネルのね、視聴者様で馬券取ったっていう方はいたんじゃないかなとはね、思うんですけど、えー、っと、どこでしたっけね。アドバンスファーラーをですかね。そうですよね。えー、単十63.7倍でですね。はい、え、生まれに2万馬券、馬単7万馬券とかね、三連弾50万馬券とかいうので、まあ、そんなのがありましたんで、まあ当然僕はまあ、ウハウハになりつつですね、えー、昨日もまあ20万馬券取っているので、 バケンのね、調子自体はね、今年1月2月ね、いいんですよ。あの、それこそあの、ツイッターで生配信した時ぐらい、あれぐらいの配当は、まあ、あの、毎週のように撮ってますよ。うん、また近いうちやりますけどね、生配信ね。もうちょっとあの、風邪治ったら、風邪っていうかこの、咳喘息とね、鼻炎が治ったらですね、アレルギーが、はい。なんですけど、どうもやっぱね、重症のね、当たりが悪いんですよね。うん。動画で配信しなかったやつだけ当たったりとかね、 あとまあ最近だとだからちょっと運が悪かったりね挟まれたりとか集まったりとか思いっくそ輸送失敗したりとかね <laughs> ねもういや,いやそのペースでそこをみたいな,なんかねちょっとんでしょうあのジョッキーのせいにするわけじゃないですけど個人的にはちょっとねいやそこまでそんな感じになっちゃいますかっていう気丈とかあの割と人間サイドの問題が強く出ているのがね多いんですよね。 うんまあ、でも、毎年そういうことも結構あるし、まあ、ツイッターにも書きましたけど、あの、僕がね、そんなにあの手広く買わない中でね、あの本命対抗黒三角ぐらいの馬でね、あの邪魔し合ったりですね、同時に不利受けたりとかすることって結構多いんですよね。まあ、そういう流れも毎年どっかで来るんですが、まあ、そろそろ立ち切れるんじゃないかなと、さすがにそんなことはね、あの、それはもう運の可能性ですね、運の確率の部分で起こり続けることはないので、 はい。まあ、たいまた、あの、春先ば券に調子良くなってきますからね。あの、この2月の終わり、3月ぐらいでエンジンかけててね、えー、3月終わり、4月、5月ぐらいでまた、あの、でかい配当をね、プレゼントできるように頑張っていきたいと思っておりますので、またそちらもね、あのー、そちらもねっていうか、あの、なんで、あの、予想の結果にめげずに、はい、あの、またついてきていただければ、定期的にあの、どでかい配当がね、手に入るチャンネルですので、うん、あの、それを楽しみにしておいていただければなと思います。はい。 で、えー、今週はですね、あのー、半球杯の方の対策動画もアップしますので、よろしければね、あのー、その動画も見に来ていただければ嬉しいなと思っております。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。